今回で35回目となる旭市飯岡潮騒マラソンには、県内はもとより東京や宮城、茨城など県外各地からおよそ2600人がエントリーしました。ゲストランナーとしてシドニーオリンピック男子マラソン銀メダリストのエリック・ワイナイナさんや、去年のクイーンズ駅伝に出場したニトリ女子ランニングチームのメンバーが参加しました。ハーフマラソンや5キロ、それに小学生や親子の部など5部門18種目に挑んだ選手たちは、あいにくの空模様にもかかわらず海岸沿いを軽快に駆け抜けていきました。